立てよ。はい、じゃあ入ります。はい、失礼します。2600、もう一回持ち上げて、何分かかりました？本当。まあ休憩休み休み。ちょっとゆっくり最後の方でも嫌がっちゃうので、今ちょっと本気。そうね、30分だったらまあちょっと休憩入れないとそれ絶対ダメだね。ん？休憩を入れながらやらないと絶対しんどい。やる方もやる人もしんどいけど、される方のチャックもしんどいですから。ちょっとゆっくり入れて。もう5分10分超えたら一回休憩入れた方がいいね。ちょっとね。そうか。で、今日の朝は食べないの？今日の朝はもう一緒に寝とるもんで、持ってそのまま薬5グラム。じゃあ、5グラムだけは食べてるんですよね。あ、そうか。食べてるというか、食べさせられてるというか。あ、でもね、薬をやるのは、寄ってくるんですよ。ああね、食べなあかんなって、ピョンってくるんですよ。そう、これを飲むとかんと、食べとかんと調子が持ってくれてるから。ただ、栄養補助に変わると、5回ぐらい呼んでやっとくるんですよ。そうなの、うん、そうです。朝の薬はね、かけたらカカカカって混ぜるじゃん、鼻音で分かるので、もう横で来てボンとくる。あ、待ってるの。多分腹は減っとるんじゃないですかね。夜中は減りますよね。薬は多分、なんていうんですか、賢いもんで、これを食べると治らんのかなって多分分かるんで。この色ってさ、毎日見てくださいね、歯茎の色、この子がこれぐらいの色、調子悪くなるとこれがさ、もっと薄くなってくる。それからあと、ほんと調子悪くなるとか押してさ、元に戻る時間が遅くなる。今でもそんなに早くはないんだけど、1秒ぐらいかな、なんとか。はい、元気は元気で、行くよって言うともしっぽ俺飛びついてきとったもんで、はい、じゃあ、一回お部屋に入れて、はい、で、ご飯入れてハンドフィーディングしてます、先に。